皆さんこんにちはこれより行政書士合格の取説野端のズバッと重要論点ポイント解説講義、憲法編第1回目の講義を行っていきます。よろししくお願いいますはい、ということで、今回から4回ですね、憲法について解説をしていきたいと思うんですが、おそらく取説のテキストを購入していただいて、最初に勉強する科目が憲法であると、つまり、今日から勉強開始している方も多いんじゃないかなと思います。 はい。で、この動画に関しては、まあ、全体として20回提供するんですけれども、やはり一講義、だいたい15分から20分なので、こう、試験範囲の全てを網羅できているわけではないんですね。ただ、これから勉強するにあたって、勉強していくにあたって、まあ、必要なことはちゃんと説明していきますので、ぜひこの動画を活用して、あの、普段の勉強を進めていただければと思います。では、今回から憲法4回やっていきますけども、4回の内容をね、少し、 見ていきたいいと思います今日初回なので、えー、まずはここから、スタートアップ憲法ということで、まあ、憲法がどういう科目であって、どんなことに気をつけて勉強すべきかについて話をしていきたいと思います。行政書士は科目ごとに特性が違うので、ちゃんと知っておかないと、無駄な勉強しちゃうんですね。そうならないように、しっかりと今日は話をしていきます、うん。あとはそうですね、基本的に画面を切り替えてお話をしていくので、 まあ、あの、手元にテキストなくても大丈夫なんですが、まあ、書き込みはちょこちょこすると思いますから、もしその書き込みを一緒にしていきたいということであれば、手元にテキストをね、準備していただけるといいと思います。はい、では行きましょうね。まずは、この取説的オリエンテーションとこのページをこう、開いていただくといいんですけども、まず、え行政書士試験の特徴としては、まあ、知ってる方も多いと思いますが、300点満点で、 180点で誰でも合格なんですよね。はい。これ絶対評価といって、180点で誰でも合格できますと、これをパーセンテージに切り替えれば60、60%ですよということなんですね。はい。満点は狙わなくていいと。つまり、難しい問題には手を出さず、基本的に問題が解ければいいということになっていきます。これはこれからお話しする憲法に限ったことではないんですよね。じゃあ、 この60%で合格できるよって試験の中で、えー、憲法がどれだけの位置づけを、ね、持っているのかということについて見ていきます。はい、今、この科目と配点のところ、開いてますが、こう見るとね、そんなに憲法って、えー、配点高くないんですよね。全体の28点だし、9.3%ですから、結構低いんですね。 そのその色がついてるところを見ると、行政法が37%、民法が25%なんで、圧倒的にこの2科目の配点が高いということを考えると、あれ、憲法ってそんなに勉強しなくてもいいんじゃないかっていうふうに思う方いるかもしれません。それね、でも気をつけてほしいんですね。あの、憲法という科目は、こう、配点こそ確かに低いんですよ。はい、書いていきますが、配点は低いんですね。 ただ、一番こう、配点が高い、行政法との、こう、つながりが、非常に強いんですね。これ実際勉強してみるとわかるんですけども、こう、憲法をしっかり勉強していないと、行政法よくわからなかったりするんですよね。ですから、こう、配点以上に、こう、重要性が高いのが憲法です。そして、多くの受験生が、もう、配点見る限りは、やはり、 行政法法と民法を勉強しますよねとただ、満点は当然狙えないので、そうすると、他の科目で得点していかないと、合格点届かないと、その時に、憲法の一問、憲法で一問取れたかどうかで合否分かれる方、結構いらっしゃるので、そういうところも考えると、憲法はしっかり勉強しなければいけない科目であるということは理解してください。はい。で、より具体的にこう憲法の話をしていきたいと思うんですが、 トリ、はいまあ、取ツ的オリエンテーションというところで、まあ、憲法の特徴と学習法を載せておりますと、まあ、どんなことを学習するのというところについては、まあ、簡単に説明しておきますと、やはり人権保障なんですね。まあ、人権っていろんなものがあります、これから勉強していくと思うんですけども、まあ、あの例えば。 あ好きな場所に住むとかね好きなところに旅行に行くとか好きな職業を営むとかね好きな宗教を信仰するとか全部人権なんですよ。でこういった人権と言われるものは、まあ、今でこそ自由にこう、ね、やってるわけですけどもこう過去を遡ると全然自由にできなかったわけです。例えば昔は身分制がありましたから身分によって住む場所が決まってるそして職業も決まってると、ねえー、土地に縛られて自由に動,き動くことができないんですよね。 はい、自由ではなかったということもありますし、まあ、当然、宗教に関しても、ね、国が指定した宗教しか信仰できないとかあったわけですよ。はい、いろんなこう不自由があったんですねで。そういうことがないように国民の人権を守っていくんだと、はいで。人権というルールを置いて国がそれを守っていくんだという、これが憲法の特徴です。はい、人権を守るのが基本的な憲法の学習ですね。 はい。じゃあ、この憲法について、まあ、試験的な話をすると、まあ、どれぐらい正解できればいいんですかっていうことなんですね。あ、そう、最初に。あの、ご支度一式と多支選択式が憲法の出題形式ですと。どんなものかと言いますと、えー、少し画面切り替えましょうかね。はい。これちょっと別売りの過去文集写してるんですけども、例えば、ご支度一式というのは、こういった1、2、3、4、5個の中から、まあ、今回だと、 妥当でないものを1個選べってマークしていくって形式ですね。まあ、単純的な、単純な問題ですと。これ、語士択一です。え、多子選択式というのは、はい。えー、こんな形で文章が空欄になってるんですね。文章があって、ところどころ空欄がありますと、でこの空欄にはまる語句を、まあ、1から20から選べなさいということで、こういったね、1から20までで選べという形ですね。 はい、これが多種選択式と言います。大きく分けると憲法はこの2つですね。うんはい、そして、まあ、今回基本的に五子択一の話をしていきますが、五子択一については、5問出るうちの3問正解できれば十分かなと思います。まあ、半分強ね、正解できればいいんです。で、この3問というものが気になると思いますが、この3問っていうのはね、 基礎的なな問題なんですよ、はいまあ、一般的受験生ならば解ける基礎的問題がこの正答すべき3問なんですね。そう、行政書士の憲法ってね、すごく難しいって言われるんですよ。他の資格試験の憲法とかて,て難しいって言われます。優しい問題と難しい問題の差がこう激しいんですね。 ですから、すごく難しい問題は正直解けなくてもいいので、あの皆さんが取れる問題をちゃんと取るということが非常に大切なんです。で例えば、じゃあ、基礎的な問題ってどういう形式かということを伝えていきますと、はいえー、こんな問題が基礎的な問題だということで、先ほど少し映したんですが、例えば、五種択一のところの冒頭でこう、最高裁判所の判例に関する次の記述。 とあるやつこれは基本的な問題ですつまりこれから憲法で勉強していく話としては国が私たちの人権を侵害してきたおかしいじゃないかということで裁判に訴えるんですよ裁判に訴えていく中で一番上の最高裁判所が出した結論ねそこを勉強していくのが基本的なんですよはいですからこの最高裁判所の判例の話はこれは知ってるか知らないかという 基本的知識なんですね。はい知識が要求されますと。これは基礎的なので、大体こういう形式の問題の正答率ははいこう高かったりするわけですね。こういう問題は落としてはいけないぞということです。では逆に、こう難しい問題って何なんですかってことも気になるかもしれません。はい では難しい問題、この問題は基本解けなくてもいいぞってものもご紹介していきますね。はい、それはこんな形式です。はい、あらかじめ少しこう書いておきましたが、まず見たときに雰囲気が違いますね。なんか冒頭がすごい長いんですよ。で見てみると、こう写真家の A さんがとかね言ってますから、こう物語形式になってます。 A さんが自分の作品集を出版社から発売した収録作品がわいせつなトガだと言って起訴されちゃうわけですよ。捕まっちゃうと。いや、無罪だということを確信した A は、裁判の場で自らの口から表現の字を主張できるように慌てて憲法の勉強を始めっていうね、物語なんですね。いや、個人的なこう憲法の勉強を始めるよりも弁護士だったのが早いと思うんですが、まあ、そこは置いといて、憲法の勉強を始め、努力の甲斐あって 次の1から5のような考え方が存在することを知ることができた。このうち、本件の事案において主張するものとして、最も適しない考え方はどれかです。考え方ですね。最高裁判所の結論じゃなくて、考え方を述べなさいということで、今度は思考が立っています。もちろん、思考自体も勉強で学んでいくんですが、やっぱり現場でこう、いろいろと 知識を、ね、整理して考え方をまとめていかなきゃいけないので、こんなはなかなか難しいんですよ。なので、こういった問題の正答率は、はい、低いんですね。なので、はい、大体分かったと思います。はい、結構取れそうな問題と難しい問題が分かれていくのが憲法だということになりますので、はい、まず、初学者の皆さんは基礎的な問題を取れるように、取リのこのテキストをしっかり繰り返していくと。 いいうことなんですねはい、それがまず憲法の学習法だということになっていきますとこんな形でですねまあ今日はまず全体像といいますかこう憲法に関して何を注意して勉強するのかってことについて話をしていきましたとで2回目の次回からが本格的なこう講義ということになっていくんですけれどちょっとねこの2回目の講義をね2回目以降の講義を聞いていただく時にお願いがありましてそれは こう先にこの該当のテーマについてはテキストをね軽く見ていただきたいんですよ。例えば「心教の自由」って次回やっていきます。「職業選択の自由」は3回目。ま「あ、あ衆議院の解散」っていうテーマは4回目なんですね。でもちろんそのテキストを事前に読まずに講義聞いてもらっても分かるとは思うんですけどもやはり事前にどんなことを勉強するのかって見ておいた方が頭に入りやすいと思うのでぜひね2回目以降見るときは 軽くでいいのでテキストを確認した上で講義、えー、見ていただけるといいかなというふうに思いますと。はい、ということになりますので、まあ、ここからねこう憲法4回ですが全体で20回ありますからこれから一緒に勉強する機会多いと思いますがあ一緒に頑張っていきましょう。ででではは今回は以上ですお疲れ様でした